単位認定試験には、筆記、論文、スクーリングの3つがあります。ここからは、それぞれの申請および提出方法について見ていきましょう。まず、筆記の場合、単位認定試験、筆記、申請機能を表示させます。申請受付期間のみ、 受付中単位認定試験期間と開催場所を選び決定後検索をクリックしますそして試験科目を選んでチェックを入れ申請実行をクリックします申請完了画面を見て確認しよろしければ OK ボタンをクリックします 受験票についても申請受付期間終了後単位認定試験筆記情報一覧画面から印刷ボタンをクリックし最後に出力させますこの受験票を持って受験会場へ行ってください単位認定試験は白山キャンパスで行われますが年に2回 全国6会場で行われています詳細は、トヨネット G や東洋通信にも掲載されていますので、ご確認ください。一方、論文の場合、単位認定試験、論文、申請機能を表示させ、提出する科目を選んで、申請実行をクリックします。 そして、論文を提出する際には、情報一覧画面から申請する科目を印刷します。論文は、所定の回答用紙を使用し、手書きで提出します。提出期限は40日間です。なお、送付方法はリポートの送付と同じです。ただし、返信用の切手は不要です。 論文提出後は情報一覧画面でどういう状態にあるのかが確認できます語学実技演習実習科目についてはスクーリングで受講した場合最終日に単位認定試験を行います詳細はトヨネット G ガイドブックをご覧ください